縁も竹縄では最後の、ヒント4あると思うので、締め切りたいと思いますので、もう皆さん酔っ払っていますので、早めに終わらせたいと思います。では1曲目聴いてください。怖いな。
なかなかこの年になって吐くことないですからね。脱ぐぞ。あの脱ぐのは別料金になりますので。吐くのは吐くまでは大丈夫です。そうね。どうしよう。大変楽しいね。時間はね。そうですね。本当音楽の仲間って最高ですね。最高ですね。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。それからまずね、本当にお客様にまず大きな拍手ね、ありがとうございます。はい、それからね、今日の出演者の皆様に大きな拍手。それからマキさんに大きな拍手。そして何よりもね、今日ね集まってくださった皆様の送り出してくれたね、ご家族さんに。大きな拍手を、ねね、ご家族様ありがとうございます。じゃあ、あと2曲になりますけどね、あの2曲になりますけどね、ワンボットに行きたく横山さん、横山さん、ね、あとマキさん、今日も衣装が素敵で、ありがとうございます。また振り曲ですね、はい、僕は一番最初に、ね、あの一番最初に仕事してる曲なんですよ、この曲で、はい、してると思いますけど、石川さんってご存知ですか、はい、はい、僕ね、二十歳の時に一番最初にあの彼女の仕事でお金もらったのが一番最初なんです。はい、はい、はい、いや、待ち伏せです、はっきり、はい、あのですけどね、はい、じゃあマキさんとね、あの待ち伏せを、ね、青春時代のなんかマキさん似合いますよね、この曲ね。もう今だったらストーカー、今だったらストーカーの曲ですね。テーブルを挟んで。
日にちがありまして、はい、ね、今日は、ね、マネージャー兼旦那さんもいらっしゃってますけど、ね、大きな拍手を、ね、はるちゃん、改めましておめでとうございます。まだ新婚です。ういういしいですね。今また来てくれます。横浜のカステラでね、二人で、今でもね、歌ってくださったことが目に焼き付いてますけど、今日は一人で、本当に、はい、曲行きましょうか。全然覚えてないけど、何を覚えてないけど、先輩、先輩、先輩、言えてねえ。いや、ノブさんがベリーね。あ、なんで？これ違うのか、これ違うのか、おい、ない、これくなっちゃった。おい、旦那、旦那、ちゅんちゃんここにいる、うるさいじゃないよ。あんたら静かにしなさいよ。お前も決まるんですか。あんたら、ユッキー、ユッキー大丈夫よ、来月も会えるから、来月も会えるから、ね、全然大丈夫ですよ。はい、あのユッキー、ユッキーリハビリーズというバンドでね、来月、来月ここの渋谷ノブさんで、はい、出演していただきます。俺も入るんですか。かっこいいよ、かっこいいよ。見てます。見てます。矢田さんに聞いてよ。行きましょうか。はい、ね、はい、そしたら思い出たっぷりの、ね、曲ですね。そうですね。ね、マキさんと家族さんと、はい、もう毎回、ね、はい、演奏したい曲ですね。はい、はい、まあ、私ですけど、本当に、この曲はすごい大事にね、まあ、某バンドにいた時にね、はい、思い出してまたやりましょう。はい、はい、なんか皆さんご存知ですよね。どういうこと。皆さんご存知かと思いますが、改めまして私の本名さんの説、ご説明、ご紹介をしてさせていただこうかなと思います。先ほど待ち伏せで石川ひとみさんで一緒にやった後、ギターを一緒に、ね、演奏したということなんですけども、これから、演奏します青春の曲なんですけれども、こちらの曲はチューリップの曲なんですが、チューリップでギターを担当しておりまして、YouTube などを検索していただくと、YouTube でりょうさんも映っております。マッチの近藤雅彦さんの、ヤマトというバックバンドがございまして、そこのバンドリーダーをしてました。で、この間、近藤雅彦さんの、リスタートというコンサートありますが、そちらの方の、ギターも担当しておりまして、近藤雅彦さん、それからよっちゃんなどと一緒に、演奏していたということです。チケットがね、即完売となってまして、なんかプレミアがついても10万ぐらいで売られているということで、
なかなか手に入らなかったと思いますが、はい、そちらの方で、演奏してました。で、本当にもう特別にというか、こうしてのぶさん、芝のぶさんに来るときはこうしてのりょうさんと一緒に演奏していただくという本当に優しい方なので、私なんかが一緒に歌えるような方ではないんですが、無理やりちょっとチップを押してお願いしました。はい、では最後の曲です。皆様、静かに聴いてください。生でね、生で、すごいよ、美味しいもん。君の心へ続く長い一本道はいつも僕行き続けた。とてもとても険しく細い道だったけど、今
アンコール。僕もお酒いただいてよろしいですか。ね、じゃあなんかもう一曲よろしいんですか皆さん。ね、じゃあ どうしましょうか。泣いてるよ。泣いてますよ。ぜひともラストでやった方がいいんじゃないかな。音楽っていいね。ラストは俺が歌おうじゃない。でもシゲコさんでいらっしゃいますので、じゃあ今井美樹さんの曲いきます、ね。プライドをやりましょうか、ね。よろしいですか。ありがとうございます。あー無理よ。俺に横に立たれちゃって。じゃあ行さんお酒を違う乾杯したいので、あのなんか僕缶ビールが好きなんだよ。金麦缶ビール。金麦やん。金麦よ。いやうまい。うまいうまいよ。うまいと言わなからさ。さあ皆様ね、本当楽しい時間ですね。ありがとうございます。はい。もう本当にね、やっぱり最高の仲間ですね。ありがとうございます。あ、マキさん、マキさん、マキさんじゃあ赤い金麦になりますので、ね。僕らあのすいません、あのお客さんにいただいたやつで、すいません、お名前を、じゃあ何さん。変態です。コス君、コス君、はい、いただきましたね。すみません、ありがとうございました。はい、いやね、本当に皆さんね、今年1年のね、本当にあの楽しい1年にしましょう、ね。音楽人生と今日の出会いに乾杯ということでね、皆さん本当にあの皆様のご家族さんにね、敬意を称しましてね、皆さん乾杯。さあ皆さん、ね、はい、だんだんあの、はい、大丈夫ですか、吐きそうですか。大丈夫ですか。はい、はい、あの一つだけ注意点があります。あのおトイレはあちらですから。たまにね、あの間違ってそちらでやる方がいました。皆さん気をつけてくださいね。最後の曲になります。皆様本当に今日はありがとうございます。南の一つ星を見上げ
終了したいと思います。皆様本当にありがとうございました。